どうも、くつろぎです。今回は前回に引き続きまして、シンデレラ城の続きやっていきたいと思います。第16回目になります。最終話になります。前回の動画はまだ見てないよという方は、前回の動画と合わせてご視聴いただければと思います。早速やっていきたいと思います。今回で全部仕上げていこうかなと思いますんで、気合を入れながら白い塔の方を作っていきたいと思います。まずは戦力岩を5個ずつ積んでいきたいと思います。まずは5個ずつ。そう、いよいよですね。今回でやっと最終回と、なりますんで、頑張ってやっていこうと思います。でも、およそ2本ぐらいしか塔を建てませんので、割とサクサクサクっと、まあ、装飾が多いんでね、まあ、楽しみながら、まあ、できるかなと思いますので、今回は戦力岩。まあね、全部白にしてる場合は何色にすべきでしょうかっていうのはあるかもしれないけど、まあ、戦力岩でいいんじゃないかなとは思うね。砂岩をクォーツにしましたとか、コンクリートにしましたっていう場合でも、まあ、色分けにはなるかなと思うんでね。で、戦力岩の、塀をですね、4個ずつ積んでいきますね。まずは4つずつ。まあ、ここが、まあ、ある意味、象徴というか、目に入りやすい部分だから、まあ、少し装飾厚めに、まあ、かけようかなと。下の部分があんまり装飾ない建物だから、まあ、こういう塔の部分だけはがっつりというか、まあ、ある程度装飾加えようね、みたいな感じで思いました。それをちょっと意識しましたんで、ちょっと厚めに戦力岩も使って簡単な凹凸を加えていこうかなと思います。よし。で、あとは角にも戦力岩の塀を。よし、だいぶできましたんで、今度は戦力岩の階段を、なんか真ん中の部分だけ、なんて言うんだろうな、三角風になるような感じで置いていくっていう感じですね。まあね、見えない部分ですが、まあ一応は、みたいな感じで戦力岩の階段で模様入れというか、まあ、そんな感じ で、ついでに塀の上の部分にも、塀の上の部分も三角っぽい何かがつくのか、みたいな感じは多少ありますけど、まあそういう感じでね、置いていければいいかなと。で、これでこっち側も置けば一周できますんで、と。で、これで戦力岩の階段が置けましたね。そしたらもう少し装飾を加えていこうと思うので、今度は磨かれた戦力岩を内側に3個ずつ階段を置いた場所に置いていきますね。じゃあその両端は尖れた砂岩置いていきますね。こんな感じで簡単に色分けみたいな。よし。そしたら戦力岩の階段を逆向きで置きますね。まあ、なんていうか三角っぽくなるんだなという感じがありますので。とりあえずは、ちょっと置きづらいというのもありますけど。どっち側から置けば、この形の向きになるかっていうのがあやふやでして、どっちか、みたいな感じになるかなと思うんですが、で、階段も置けましたね。で、また一段、高さを加えていこうかなと思います。そしたら今度は白樺の木材を、まあ、ぐるっと置いていきますね。磨かれたと尖れたの戦力岩と砂岩の上に対して置いていきますね。内側ですね。一マスずれちゃいましたが、で、角の部分にも1マス、ぐるっと。まあ、土台と言いますか。まあ、そういった感じなんで、一応床がてら貼っていきますね。それでまた四角ができてきました。そしたら戦力岩の階段を置いて、まあ、三角風にしたかったんだなみたいな感じで階段を置いていきますね。こんな感じになりました。そしたらその上に対して戦力岩の塀を置いて、なんかギザギザしてんだなみたいな感じの装飾ですね。なんとなーくで置いていく。戦力岩の塀を。まあ、塀があるんで、やっぱ塀を使い倒した方が戦力岩の場合は得するかなと思いますので。じゃあ今度は砂岩を並べていきますね。砂岩を並べつつ。よし。で、角の部分は白樺の木材を並べていきますね。よし。また少しずつ装飾を加えていきたいなと思います。で、砂岩をまた、まあ砂岩の上に対して砂岩を置いていく。まあそういったところでしょうか。砂岩置いて、白樺の部分は白樺置いていきますね。それでまた一段上がりました。よし。じゃあ砂岩の塀を並べていきますね。この角の部分に対して砂岩の塀を置いていきます。よし、砂岩の塀を並べていく。まあ単純作業といえば単純作業ではありますが、内側の部分も置いていく。よし。ここはいらないですと。で、砂岩の塀を並べますね。砂岩の塀の上に対して砂岩の塀を置いて。
少しこう高さを加えて、まあだいぶなんか装飾した感は出てきましたね。じゃあ磨かれた尖れた砂岩置いていきます、内側に対して。よし、で今度は砂岩の階段をこの塀の上に対して、でこれの向きも、まあ、前回も言いましたが、どの向きでもまあいいのかなと思いますので、まあ、気にすることなく、で今度はエンドロッド置いていきますね。まあ、フェンス置くべきかが多少悩みましたが、まあ置いても置かなくてもというところがあったんで、まあ、今度はエンドロッドだけみたいな感じですね。じゃあ砂岩を角の部分に置いていきますね。角の部分に。じゃあ内側の部分は砂岩の階段を並べますね。よし、階段も並べつつやっていきますよ。よし、まあね、ここは装飾型でやっていきますんで、で砂岩の塀もまた同じような感じになりますが、砂岩の塀を角の部分、階段の裏側というんでしょうかに置いていきますね。じゃあ今度は砂岩の上に対して戦力岩を並べますね。戦力岩、こんな感じで角の部分に置いていく。じゃあ戦力岩の階段を今度は外側になるような感じで囲っていく感じ。今置いた角に対して外側に置くみたいな感じで置けば、まあなんとなく置きやすいのかなと思いますので、こんな感じで、まあ、階段の上に階段張るとかがね、意外とめんどくさいんですが、よし、またこれで一段上がったんで、また少しずつ、今度は戦力岩、また戦力岩を角の、なんて言うんだろうね、両脇斜めら辺に置くみたいな。で今度は砂岩の階段を逆向きで外側を囲むような感じで置いていきますね。まあ、斜めの部分はさっきと同じで、向きどっちでもいいのかなと思いますので、自分が回った角度というかに合わせれば問題ないかなと思いますので、なんとなくこう全体入ってんだなみたいな感じになればいいかなと思います。で一周外側がなんかボコって出ましたね。で戦力岩の階段を引き続き、まあ、等間隔風と言いますか、なんと言いますかですが、守ってるのが階段なんでね、階段で先にやると。よしと。内側穴開いてしまいましたが、戦力岩のハーフを並べますね。斜めをつなぐ感じで、戦力岩のハーフ置いて、この部分も、今度は戦力岩の塀を外側に対して置いていきますね。なんとなくなんかいろんな歪さがあった方が装飾してるかなっていう感じが出るかなと思うので、なんかやってみましたが。で、今度はもうこっからは屋根張ろうよみたいな、屋根の始まりみたいな、やりたいから黄色の羊毛ですね。そう。黄色いとんがり屋根と青いとんがり屋根がシンデレラ城一緒あるみたいなんで、まあ、今回は黄色で素直にやってみました。よしと。したら砂岩のハーフブロックを置いていきますね。砂岩のハーフブロックも置きつつ、こんな感じで。で、今度は黄色の羊毛置いていきますね。ここからかな。意外とこう、あやふやなもんで、なんとも言いませんが、羊毛置きつつ、内側に対してこう、段差になるような感じで置いていきますね。置いていく。まあね、まあ青いやつと同じなんですが、コンクリートパウダーがいいなとか、コンクリートがいいなとか、まあそういうのは合わせてもらって。で、今度は白樺のフェンスを置いていきますね。まあただ個人的には、コンクリートよりもコンクリートパウダーと羊毛の方が自分は好みだから、まあ羊毛にしちゃいましたけど。で、白樺の上にはエンドロット置いていきますね。エンドロット。ほんと使い倒しますけども、エンドロットだらけで、多少申し訳なさも感じてはいますが。じゃあ今度は砂岩のハーフブロックまた置いていきますね。よし。ここも置いたぞと。じゃあまあ四角になってきましたんで、今度はまた黄色の羊毛置いていきますね。で、屋根が少しずつ生えていく。そういったところでしょうか。で、2個ずつ積んで高さを加えていく。2個ずつ置いて、で、この内側をつなぐような感じで2個ずつ。このね、最低限で一応はやりたいと。言ったところではありますが、これが非常に置きづらいので、なんとも言いませんが。よし。これで2個ずつ詰めましたね。で、また少しずつ高さを加えたいから、また黄色の羊毛で四角くなるような感じで、こんな感じになりました。そしたらまた2個ずつですね、積んでいきますよ、羊毛を。2個ずつ積んでいく。
羊毛をまずは積んで、そしたらまた羊毛を今度は3個ずつ、そう、ちょっと鋭利にしたいなというのがありますもんで、3個ずつ。そう、今回のこのシンデレラ城のポイントとしては、わざと塔を長細くしてんですよ。これ最初の第1話に行ったかもしれないけど、で、いつものパターンですね。サガンの兵を加えて白樺のフェンスとエンドロッド。まあ、いつものパターンといったところですが、これで1個できましたね。で、あとは正面の部分が最後に加えたいなと。まあ、ここはフィナーレに残しておきましたよ。やっぱ正面の部分なんでね。気合を入れながら。で、白樺の木材並べていきますね。そう、あえて長くしてこう強調して、デフォルメ感出すみたいな。多分正確にやったら、まあちょっと低いと思うんですけど、まあ、今回はちょっと長細くしてみました。で、白樺の階段を逆向きで置いていきますね。白樺の木材に対して置いていきます。木材の階段、白樺の階段、逆向きで置いていきますよ。で、また外の出っ張り感を出して、こんな感じになりました。ここがね、ちょっといびつで。で、戦力眼を並べますね、内側に対して。内側がこう、接続の部分だから、ちょっとなんか無理やり感が多少ありますが。じゃあ今度は戦力眼の階段を、白樺の階段の上に対して置いていきますね。内側も置いていく。この部分がちょっとあやふやであると、いったところではありますが。で、また戦力眼の階段が置けましたね。じゃあもう少しまた装飾を加えていきます。サガンじゃないや、戦力眼の兵を置いていきますね。絵がちょっといびつな、いい加減なというか、感じになりますが、なんか外にも出る、みたいな感じで置いていきますね。兵を使い倒していく。こんな感じのなんか、開いた感じになりましたね。じゃあ今度はその間をつなぐような感じで白樺のフェンスゲートを置いていきます。白樺のフェンスゲート、外側ですね。置いていくのは。まあ、なんとなく白樺のフェンスゲートは困ったら使え、みたいなところが多少ありますので、今回は出し惜しみすることなく使って。で、この塀と白樺の、フェンスゲートの頭を潰すような感じで戦力眼を置いていきますね。これが、かなり置きづらいので、ちょっとなんか大変かなと思いますが、まあ、根気で置いていく。そう。白樺のフェンスゲートがガチャって動いちゃうから、そう、置きづらいんですよね。うん。まあ、こんな感じで置いて、角にも置いていく。塀の上にも置いていく。それが意外と大変というのがありますが、なんとなく内側を繋いでいく。ぐるっと内側を繋げば全部繋がりますね。よし。で、角の部分に足していく。戦力眼を。こんな感じになりました。そしたら今置いた戦力眼に対して戦力眼の階段を逆向きで、また置いて、なんかわーって広がってるよ、みたいな感じに置いていきますね。向きがな、なんとも言えませんが、置いていく。ガシャガシャしちゃいましたが、階段を逆向きで置いて、あと2個ですね。うん。これでまた階段が晴れましたんで、なんとなく丸っぽくなってきましたんで、じゃあ内側に対して尖れた砂岩並べていきますね。そう、今回の塔は正面がポイントなんですが、いびつなんですよね。うん。で、角の部分もしっかり置いていく。で、戦力眼のハーフブロックを置いていきますね。戦力眼のハーフ。なんか単純に乗っかってるよね感が出ちゃうから、少し凹凸を加えていくみたいな。で、塀も加えますね。とにかく塀も加えていく。よし。どんどん並べて。で、塀が置けましたね。でもう少し装飾を加えていきたいので、今度は戦力眼を3個ずつ、まあ、真ん中の部分だけ残すみたいな、置かないみたいな感じで3個ずつ、一気に伸ばしていきますね。3個ずつ、まずは戦力眼を置いて、で、カードの部分にも、で、3個詰めましたんで、で、真ん中の部分は戦力眼の塀で、少し凹凸を出そうかなと思います。まあ、窓風といえば窓風なんですけどね。まあ、こんな感じで仕上がりましたね。そしたらもう少し装飾をという感じで、今置いた戦力眼に対して戦力眼の塀を同じ高さになるまで積んでいきますね。3個ずつ積んでいくみたいな感じでしょうか。3個ずつ同じ高さまで戦力眼を伸ばして、
本当戦力眼はメインの塔になってきましたが、でも戦力眼は本当良かったよな。 1.18 のアップデートで、うん、簡単に集まるしね、いっぱい。そうそう、前は大変でしたが、で角をなんとなく繋いでおくみたいな、全部平米だと味気ないかなと思ったんで、まあ、簡単に装飾みたいな感じで、これ正面戻ってきましたんで、じゃあまた今度は高さ加えたいから石レンガを並べていきますね。石レンガを並べて、よし。で、角の部分は戦力眼置いていきます。戦力眼と、今度はその手前側、石レンガの手前側に塀があると思うので、でそこに対して階段置いていきますね。戦力眼の階段。周りを少し囲む感じで置いていきますが、置きづらいんですよね。戦力眼の階段。よし。こちらもですね、階段を使い倒していく。よし。で、あと、ここだけだ。できました。そしたら真ん中の部分が気になってきますので、そのあたりは、例のごとく三角風になるんだな、というイメージだけでやっていきますが、また戦力眼を並べていきますね。一周ぐるーっとなるような感じで、置いて、こんな感じで。そしたら今度はもう少し装飾加えたいので、この部分に対して戦力眼の兵を足していきますね。少しずつ、なんとなくで足していく。戦力眼の兵。よし。あとここもですね。で、その上に対して今度は白樺のフェンス置いていきますね。白樺のフェンスを置いていく。お決まりなパターンになりつつありますが、で、最後真ん中の部分に戦力眼の兵をもう少し足していきますね。こんな感じになりました。じゃあ内側の部分にも戦力眼を真ん中の部分って言うんでしょうか。にとりあえず置いて、で内側が段になるような感じで、戦力眼を囲っていく。こんな感じで、一応最低限でっていう感じで置きたいので、こんな感じの置き方になりますが。で、外側の戦力眼に対しては階段置いていきますね。斜めの部分は例のごとく、向きどっちでもいいんじゃないみたいなところがありますので、これで一周できましたね。よし。まだまだ戦力眼の階段を使い倒していく。真ん中の部分に対して。で、塀の上に対して白樺のフェンス置いていきますね。そう、階段の手前だと繋がらないと。で、今度は石ですね。まあ、石レンガでもいいですが、まあ、今回はまあ石でいいか、みたいな感じなんで、石をまずは並べて、この上にもどんどん装飾を加えていくぞといった仕込みみたいな感じですね。よし。で、今度は石レンガ置いていきますね。石レンガを置いていく。そう。この時が 1.18 だから、1.19 とかないんでね。まあ、凝灰岩とか使えなくもないですよね。だから、色味としては。うん。まあ、ありかなと思うので、石じゃなくて、まあね、凝灰岩の方がいいかと思えばそっち使ってもらったりとか。そう、意外と、深層岩集めの時に集まるのでね、うん。それでもいいのかなとは思いますので、まあ、あったものをですね、使っていただければと。そう、角の部分は白樺の木材置いて、外側の部分は階段。そう、なんでここがこうなってるかっていうと、横になんかボコって、なんか、なんて言ったらいいの、塔がもう一個突き出されるみたいな感じがあるから、ちょっといびつになってきますね。で、階段、石レンガの階段で繋いで、こんな感じの土台になりました。したら、こっからはですね、戦力眼を並べますね。な、変な感じなんですよね。ラプンツェルの塔みたいな、なんか、スッとした感じではないみたいな。で、戦力眼のハーフブロックを、外側に対して置いていきますね。そう、ここがね、ストレートの塔じゃないんだよなっていうのが、まあ、ポイントなのかなと思うので、まあ、味付けの部分で個性が出るみたいな。そう。角の部分は木材で、あとは階段。そんな感じで置いていきます。で、砂岩を並べますね。もう、あと半分もないかなというところですが、ラストスパートといったところでしょうか。こっからが正念場だぞと。いった感じで、砂岩も内側に対して並べていきますね。で、なんか、いびつさは取れてきましたね。で、砂岩の階段を裏向き、逆向きで置いていきますね。ここも突っ張ってるんだ感を出したいなと思いますので、逆向きで置いていく。
階段を置いて、なんとなくここまで来るとスッキリしてきましたね。だいぶ。じゃあもう少しまた装飾を加えていきたいので、戦力岩の兵を真ん中には置かないみたいな感じで置いていきますね。こんな感じで。じゃあ外側に対しても、なんていうんだ、出てるんだ感というか、ここが、なんか突っ張ってるとか出てるんで、それに合わせて無理やり形を整えて、で、間の部分をつなぐような感じで鉄格子。ちょっといびつではありますが、なんか小さい塔もつくんでね。で、戦力岩の塀をまた足していきますね。鉄格子の上は置かないみたいな感じで置いていきます。よし。で、さらに鉄格子の上に鉄格子置いて、鉄格子の高さを加えていきますね。こんな感じで、少しずつ装飾を加えていきますね。で、外側に対して白樺のフェンス。そう、内側から先にやらんと、そう、突っかかってこう置きづらいんでね。まあ、後に置いた方が無難かなと思いますね。フェンス系に関しては。で、白樺のフェンスも置けました、というところで。じゃあ、ここが、まあ、ある意味中間地点みたいなところなんで、こっからはまた砂岩を並べていきますね。砂岩を無理やりというか、置いて、この L 字で。そう、この部分が、どうしてもいびつになっていきますね。よし。で、この部分は、戦力岩を置いて、内側も戦力岩。ちょっといびつで。で、戦力岩の階段を外側に対して逆向きで置いていきますね。戦力岩の階段。階段を置いて、よし。で、ここは普通のブロック。で、階段。こんな感じになりました。だいぶいびつになってきましたね。ここが終えればね、あとはパパパなんでね。で、白樺の木材を置いていきますね。この部分がちょっと曖昧な部分かなと思うんですが、白樺の木材置いたら今度は砂岩の塀を外側に対して置いていきますね。まあ、簡単な装飾という感じですが、置いて、これで一周できましたね。もう少し装飾を加えていきますか。そしたら戦力岩を並べていきますね。ここがね、ちょっとまたいびつで申し訳ないですが、戦力岩を地道に置いていく。なんとなく形になれよといった感じではありますが、で、なんとかなりましたね。ここもですね。で、なんとなく四角く整ってきましたんで、じゃあまた戦力岩の階段を逆向きで置いていきます。逆向きで。一応この塔なんだみたいな、屋根の始まりがあるのかなみたいな感じなんで、一応はーといったところですが、うん、なんとなくできてきましたね。したら今度は戦力岩の塀を置いていきます。戦力岩の塀をまたしても置いていく。で、一周できましたね。で、戦力岩のハーフブロック置いていきます。ちょっとこれもまたいびつで、なんともあれですが、ちょっと僕も僕で探り探りやってるんでね、なんとも言いませんが、こんな感じでハーフブロックが置けました。で、こっからは黄色の羊毛置いていきますね。こっからはですね、黄色の羊毛ゾーンですよ。まあ、いよいよやっと屋根に差し掛かるのか、みたいな感じが見えてきましたね。で、羊毛をまた足していく。ここがね、ちょっといびつで、で、小さめな塔を作っていく。で、いつものパターン、磨かれた塔、戦力岩の塀と、フェンスと、エンドロッド。これ小さめな塔を作ったよっていうことにしときますね。一応はね。で、あとはこの真ん中の部分をどう仕上げるか、みたいな感じでやっていこうかなと。で、黄色の羊毛を、この高さまで、磨かれた塔と同じ高さまで持っていきますね。5個ですね。5個ずつ積んでいきます。よし。5個ずつ、まずは積んで。まあ、ここの部分が多分個性出やすいかなと。正面の塔と背面ですね。今回のシンデレラ城のポイントというか、人によってちょっと違うみたいな部分っていうのは、まあ、そこに出るのかなとは思いますので。あとは大体およそ一緒かなと思いますね。で、あと、この塀の上に対してフェンスを置いていきますね。白樺のフェンス。白樺のフェンス。置いて。ここが地味に置きづらいですが、じゃあエンドロッドを、いつもの通り、エンドロッドを白樺のフェンスの上に対して置いていきますね。白樺の上に対してエンドロッド、
ぱエンドロット何個使ってんだろうな、本当気になるところですが。よし、だいぶ下の部分は整ってきましたんで、上の部分を仕上げていきたいなと思います。じゃあ今度は羊毛を3つずつ積んでいきますね。まあ T 字型、十字型かになるような感じで、であとは4つ積んで、いつものパターン、左官の塀とフェンスとエンドロット、こんな感じで一応高さが加わりましたね。これ大体いいんじゃないかなとは思うんですが、塔は仕上がったんじゃないかなと思いますね。一応チェック入りますね一応なんか忘れてんじゃないかっていうのがありますので、一応チェックしますので。そう、だいぶ日が空いちゃったからね。4月にできてたやつだから、そうそうそう4月の建築を6月7月にかけてやってっからさ、ちょ申し訳ないなと思うんですが、やっぱりのっぴりしてる部分はのっぴりしてますよね。だから壁の部分とかもうちょっと遊びを入れてもいいのかなと思いますね。とかこの部分とかがもうちょっと特徴的にしたいよという感じであれば、足場じゃないか、防具立てを入れてみるとかね、いうのも一応ありかなと思うので、防具立てこう置きづらいのとめんどくさいよねっていうのがあるかなと思うんですが、まあ、なんとなくこういうの足してみる、いろんなところに、その塔の青い屋根の部分とか、かな、あとのっぺりしすぎちゃってるからとか、床の部分とか壁の部分とか、もうちょっとなんか色加えてみるとかね、砂利とか、なんかそういうのでこう遊んでもらえればいいのかなと。でこの内側の部分とかも、なんかなんて言うんだろうな、もうちょっと遊んでもいいのかなと。絵画置いてみたりとか、額縁で自分でこう地図作ってなんかやってみるとか、いろんなやり方があるかなと思うので、とりあえず今回は構造だけはご提供できたんじゃないかなと思いますので、とりあえず今回長くなりましたが、ようやく完成いたしましたというところで、ご視聴いただきましてありがとうございます。なんか参考になったよという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。長くなってしまいましたがありがとうございました。ではまた。